절 받으십시오 敬礼をお受けください。아버지어머니절받으십시오새해복많이받으세요그래고맙너희도복많이받으라皆さんも続けて発音してください。아버지어머니절받으십시오새해복많이받으세요그래고맙너희도복많이받으라韓国では旧正月を大きく祝い、通常陰暦1月1日を挟んで3日間が公休日となります。새해복많이받으세요は直訳では新年多くの福を受けてくださいです。この表現は年末に良いお年をお迎えくださいの意味で使うこともあります。新年には親や親族の目上の人に敬礼を捧げます。続けて発音してください。単語。절。절。새해。새해。복。복。고맙다。고맙다